ブリーチーズとは白カビチーズの一種である。カタカナ表記ではブリと書く場合もある。白カビはカマンベールと同様ペニシリウムキャメンウェルティである。フランスのブリー地方で千年以上前から作られているとされる。ブリーを最初に食し、絶賛したのは8世紀のシャルルマーニュであったといい、ルイ・アン・ブリーの修道院を訪れた際にそこで食したとの言い伝えがある。 もう村のブリードモうが有名。癖は少なく、しかも濃厚な味わいのブリーは、フランス人をはじめ世界中に、多くのファンを持つ定番チーズとされる。その他に、同じイルドフランス地域圏でセーヌ川上流にある、ムランを産地とするブリードムランがある。こちらはブリードモうよりも赤褐色を帯びており、前者とは異なる、独特の濃い味わいがある。この2つはアペラシオンドリジーヌ・コントロレに 指定されている。カマンベールチーズは、ブリーの製法が1790年に、カマンベール村のマリーアレルに伝えられ生産が始まったとされる。ルイ16世は、フランス革命後に馬車で国外へ逃げる際、捕らえられて連行された市長宅にて、食べ物は何が欲しいかと聞かれブリードモーを要求したという逸話がある。それどころか、 亡命を図る馬車の中でもこのチーズを食べたいと言って馬車を止めてしまったほどである。またナポレオンへの対抗策として結集したはずのウィーン会議では会議は踊る、されど進まずと揶揄されたように政治会議は二の次で毎晩豪華な宴会が催された。その中で各国のチーズの王座を決める会議が発案されブリーが1位に選ばれたというありがとうございます。